W 国立公園は西アフリカにある国立公園。その名前は公園内のニジェール川の流れが W を描くように曲がりくねっていることにちなむ。国立公園自体はニジェール、ブルキナファソ、ベナンにまたがる1万平方キロメートルを範囲とするもので、これら3カ国がフランス領西アフリカの一部だった1954年に成立したものである。 国立公園のうち、ニジェール国内の2200平方キロメートルが、ユネスコの世界遺産に登録された。世界遺産の範囲は2017年に、ベナンのパンジャリ国立公園、ブルキナファソのアルリ国立公園などにも拡大された。また W 国立公園のうち、ニジェール領内が1987年4月、ブルキナファソ領内が1990年6月、 ベナン領内が2007年2月、それぞれラムサール条約登録地となった。2200平方キロメートルの面積を持つ公園では、450種類以上の植物、70種類以上の哺乳類、350種類以上の鳥類が生息し、土豚、ヒヒ、カラカル、チーター、ゾウ、カバ、ライオン、サーバル、イボイノシシなどの大型哺乳類が多く生息する。 ことで知られている。また、2から5月には、渡り鳥が飛来する。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。2019年5月11日、フランス軍は、ブルキナファソ国内で、武装勢力に拉致されていた、フランス人2名を救出する作戦を実施。救出過程で、ベナンのパンジャリ国立公園で、行方不明になっていた。 韓国人女性の救出も行われている。人質救出作戦に投入されたフランスの再生特殊部隊ユベルの隊員2人が作戦中に命を落とした。ありがとうございます。